アディオス。横須賀さんどうですか、もう1年経ちまして今日のこの日を迎えられて、はい、いやーまあ、はい、いろいろあったじゃないですか。ありすぎた、ありすぎたからまあ正直今日 お集まりいただいたお客様の中にアリオさんなんかね、さっき監督がポロッとおっしゃってましたけど、はい、東京アディオス特別パックで、はいはい、ゲストハウスに泊まって、うん、その後大塚監督と朝食をとって、その後お参りにも参拝に行かれたっていう、これ AV のヘルスだったら70万円ぐらいかかるコースですよねこれね。はい、主演だぞ、はい、アディオス、はい、ということで今日は、はい、この本作の監督である大塚恭二さん、もちろんです、脚本監督の大塚恭二さんです、どうぞ。どうも、今日は皆さんありがとうございました。本当に嫌なことがなんか世界中で起こったんで厄除けな感じになるといいなと思ったんですけどなりましたでしょうか。よっそれで今日ちょっと、はい、ご紹介したい人が2人いて、はい、本編に出てこない方、はい、レンガ捕虜さんという名古屋から今日特別参加してもらいました。名古屋で東京アディオス公開するときに宣伝のお手伝いをしてもらって、東京アディオス対ホリンピックっていう、ホリンピックっていうライブを主催されてるんですけど、2019年度に名古屋で300回のお笑いライブを主催したというですね、すごい、名古屋のフィクサーです。おー、はあ、前世紀 の全日本女子プロレスよりやってるなっていう話ってあったんですけど、でもすごい方なんです名古屋の。ありがとうございます、今日はありがとうございました、ありがとうございます。それとあともう一方ですね、今日ギリギリで間に合ってアクション監督です、うん、アクション監督の甲賀さんで、今日初めて見れたんですよね映画。今日やっと見れましたね。甲賀さんは、ずっと東京アディオスの撮影の最中も、ハリウッドに俳優として行っていた、いて、で東京アディオスの撮影の時に帰ってきてもらって、例のあそこのアクションシーンです、はい、村上さんとの、はい、あそこの演出をしてもらって、その後にすぐハリウッドに戻っちゃってたんで、今日初めて見たって。どう、はい、どう、まあ変態ですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。アディオス。まあ、今後の目標とか野心とか計画、いろいろなんかプロジェクトが立ってるって噂伺ってますよ。私ですね、もう一本自分で映画作ってまして、はい、これがヤニマルハンターっていう映画を作ってましてですね、だからようやくですね編集もなんとか終わりまして、いよいよ、はい、入っていれば春ぐらいにはちょっとそう見られるように、皆さんもしよかったらそちらの方もよろしくお願いします。来年はヤニマルハンターアディオスに負けずによろしくお願いします。そして大塚監督は今後は、2作目をぼちぼちなんか考えなきゃいけないと思ってて、この前ちょっとチャンスをしろとも話してたんですけど、はい、ヤリマンハンターの続編でデカチンハンターって言ってたいやそれはまああれなんですけど、ネズミに二度見されたっていうね一物の持ち主ですから、うん、ドブロックどころじゃないっていうね。アディオス。東京アディオスが、このあと、47都道府県全部で、1回ずつは公開するということを目標にしてるんで、はい、最高ですね、ずっとみんな回ってきますんで、フィルム流れ旅、ね、ぜひ、劇場もうライブハウスでもやるつもりですし、あなたの街でぶっかけますアディオス。それがまず一つと、はい、それから10月11日を東京アディオスの日ということにして、毎年10月11日に公開するっていうことも目標にしてます。毎年ありがとうございます。今年は台風が当たるか当たらないかみたいなことでヒヤヒヤしながら。アディオス。じゃあ、まあ来年のこの10月11日、来年のこの日にまた皆さんとお目にかかれることをね、はい、勝手に期待させていただきつつ、はい、じゃあせっかくなんで今日の出演者のメンバーも、はい、呼び込んじゃいましょうか、はい、ね、芸人衆どうぞご入場。お疲れさ、お疲れさ、どうぞどうぞ、お疲れさ。やっぱりこうやってそう、ね、勢ぞろいすると反社の手段みたいでしょ、ね、じゃあ有吉さん、はい、まあ、最後は締めのセリフはね、はい、やっぱり主演の横須賀さん の, あのネタが終わりに決める、はい、あのフレーズ で,、はい、ね、で最後アディオスはみんな揃っていきましょうか、はい、OK、 Thank you, thank you, 東京。
アディオス。以上、東京アディオス公開1周年記念特別上映イベントでございました。皆様ご来場いただきまして本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。俺は自分がこの世に生まれてきた意味が分からなかった。Thank you, Tokyo. Adios.